新型コロナウイルスのワクチンを2回接種した人は未接種の人と比べ、感染した後も死亡や重症化のリスクが低いとする分析結果を大阪府がまとめた。20から50代では、未接種の人で死亡したのは62人に上ったのに対し、2回接種の人ではゼロだった。写真、北新地のママが志村健さんに感染させた、デマ投稿に使われた写真、写真、読売新聞、府は6月1日から10月17日の府内の感染者についてワクチンの接種歴を調査した。その結果、60歳以上で未接種の人では、死亡率は 4.6%、重症化率は 6.1% だった。これに対し、ワクチンを2回接種して14日以降の人ではそれぞれ 1.6%、1.9% と3分の1程度だった。40から50代でも未接種の人は死亡率 0.3%、重症化率 2.2% だったが、2回接種の人ではそれぞれ 0.1%。20から30代でも未接種の人は死亡率 0.01%、重症化率 0.2% に対し、2回接種の人はいずれも0だった。府によると、12歳以上で2回接種した人の割合は 67%、24日時点、医療従事者除く、に上る。65歳以上は 88% に達する一方で、50代は 71%、40代は 60%、30代は 51%、20代は 47% などと若い世代ほど接種率が下がる。府は、接種率が5割前後にとどまる20から30代を対象に、2回接種すると宿泊券や商品券を抽選で送るキャンペーンを11月末まで実施している。コロナの特設ツイッターでは人気バンドのメンバーを起用しており、1日でフォロワーが数百人から約4万人に増えたという。府は、少しでも関心を持ってもらえるよう、さらに工夫を続けたい、としている。無症状の割合、未接種よりやや高い傾向一方、感染者を対象にした府の調査では、ワクチンを2回接種した人で無症状の割合は 17% で、未接種の人の 11% よりやや高い傾向であることも分かった。感染しても症状が出ない場合、気づかずに周囲に感染を広げる恐れがある。府の担当者は、2回接種が終わっても、マスクや手洗い、換気など基本的な対策を続けることが大事だ、と語る。